はい、お疲れ様です。おはようございます。今日はまたちょっと後ろでね、作業しながらですけど、まあ、今実習生も最近ね、きっちりやれるで、まあ、15分間だけちょっと今回初挑戦、はい、無修正、はい、モノカット、はい、ちょまいまじくだらんこと言ったらボコボコしてた。はい、いや、わかってます。だってもう今ちょっと突っ込まなかったんで、まずいよ。まあ、はい、楽しいのが一番だよね。はい、そうですね。まあ、まず楽しい雰囲気もそうですけど、はい、まあちょっとじゃあ、足場の職人さんやっぱ結構見てるの多いから、はい、足場、はい、来年、はい、まあ結構やばい情報とかあると思うんだわ。ああ、はい、ありますね。で、俺って特にさ、まあ、まあ社長やっとるから直接お客さんと絡むことないじゃん。はい、B2C とか建設会社とか、まあ連れ打ちとか人間関係で情報はいっぱい入ってるけど、はい、まあ、ちょっとその辺実感をどういう感じなのかなっていうのをちょっと聞いていこうと思うんで、はい、ちょっといろいろいい、はい、で真ん中の人はね、ほぼあいつ必要あるのって言われてたから、はい、喋ってください。はい、もうちゃんと俺ってちゃんと空気じゃないぞっつってちゃんと発言するぞっていうところをちょっと見せてください。わかりました。じゃあまず、はい、まあ、実際ね、まあ、今でもまあちょっと薄くなってきたっていうのはある？まあやっぱりありますね。うん、僕から言ったらやっぱりどこも、まあどちらにしてもでかいその足場屋さんとかあって、まあでかい足場さんとかは結構役所とかでかい仕事やるじゃないですか。でかい仕事やるところはまあ今年はあるんですよ。まだ予算組って去年の予算で今年やってる工事なんで、まだその去年決まってる工事なんで今年はあるんですけど、来年がもうすごいって、もう3分の1まで激減するって今言われてますもん。来年が、来年が、今もう少ないのに、はい、来年もっとやべえぞ。そうです。なんで戸建てを逆に今取ってる会社が多いっす、結構。あ、もともと戸建てやってないのに。そうです、もともと戸建てやってないのに。何だっけ。そうそうそう。まあ実際でもまだ24ですね。4だから、なかなかそういう実感ってないんかもしれんけど、スレとかだと今どうなの、はい、仕事やもう暇になっとるのか。ああ、まあでもよくその塗装屋とか足場おるんですけど、スレで、はい、うん、仕事くれみたいな。あ、もう一人親方みたいなやつですよね。もうだし、その会社に入って、はい、会社もないらしいんですよ。ああ、あれで大統領の仕事を取らよ、なんていうの、いや無理だよ。かっこいいよ。まあ、さっきからな、俺パッパッと見るんですけど、カメラマンさんが寄っとんすよ、ショーが喋るときだけ。ちょっと声が小さいなと思って。まあ実際でも、みんなないって言っとるよな。そう、いますね。で、またこの建設業ってちょっと特殊な形で、まあね、職人さん見てるのは分かってると思うんですけど、やっぱ2、3人の会社っていっぱいあるじゃん。ありますね。で、そういうとこが今、俺一番苦しいと思うんだわ。はい。で、俺はあんまりそういうところからの情報ないけど、はい、やっぱ実際に周りのこの 2,3 人でやっとるところとかさ、まあ、5人、はい、10人でやっとる会社って、はい、厳しいと思うんだけど、その辺ってどう、今の現状。 2,3 人でやっとる会社でも、うん、やっぱりその、うん、まあ、基本的に戸建てメインとか、うん、例えば改修工事で自分で取ってきとるところがメインとかだと、うん、まあ、元請けさんがおって塗装屋さんがおって仕事もらったりとかするんで、まあそこはあんまり、まあ差あるっちゃあると思うんですけど、結構まあ暇な時は暇で、うん、ね、やっとるかもしれんけど、そこまでなんで今までと変わりがないのかなと思うんですけど、うん、常用で応援ばっか行っとるとこですか、うん、大きい現場とか足場屋の常用でずっとその 2,3 人でちょろちょろ、まあ妊婦出しじゃないですけど、そういうとこやっとるところは結構厳しいで聞きますね。あ、もう今ほとんど状態やな。うちも使わんもんな。使わんすね。いつ工業のあの、キチガイぐらいだろ。いつ工業のあの、キチガイ工業ぐらいだろ。ファイヤー工業ぐらいですね。ファイヤー工業ぐらいですね、ほんとに。実際そうやな。使うの。物周りもそう。だから結構だって23歳だったらもう独立して 2,3 人でやってると結構おるだろ。いますね。で、そういう子たちって仕事どうなの？どうしてまあ、ないもんで連絡してくるのもあるし。うん。いや、さ、もう何十人でやってる会社とかじゃなくて 2,3 人でやっとって、はい、もうちょっとないもんで、上映でもいいで、何でもいいで使ってよ、みたいな。はい。まあでもうちも厳しいもんでっていうのは断りますよ、ね、うん、もうちょっと喋ってくれ。はい。でも実際にそうだよね、こっちでもそうだもんね。やっぱり自分のところで抱えてる人間は回っていくんだけど、はい、うん、やっぱじゃあ今までみたいにじゃあ新規のところまで必要かっていうほど仕事ないよね。ないっすね、うん、まあ、最近だって結構多いっすけどね、連絡が、うん、そのまあ足場屋さんとかでも、まあ、その足場の仕事くださいとか、うん、まあ塗装屋からもまあ連絡来て、うん、まあちょっとその仕事もらえないですかって多いですけど、まあ正直今、まあ、本体自分たちの人間を回すので精一杯ですよ、僕らも。ああ、そうだよな、はい、
まあ、実際にこ の, あの今見とる YouTube とかで見とる、やっぱみんなで情報共有した方がいいもんで、ぜひあのコメント教えてほしいな。はい、あうちこうで、あこれお前に借りとったわ、熱いわね、社長職権乱用っていう動画になってるかもしれない。ちょっと熱いで稼いでこうやって借りてる。ちょっと違うな、やっぱ。で実際にじゃあそのまあ仕事がない今現状なんだけど、来年もっとひどいって言われてるわけ。はい、それっていうのはどういう情報、まあいろんなさ、まあ、全国によってもまた違うと思うんだけど、はい、愛知、三重、岐阜ぐらいだと、まあ、本当にね来年やばいよっていう情報、まあ、いっぱいあると思うんだわ。はい、まあ、俺はまあ俺でまあいろいろ聞くんだけど、まあ、お前はどういう情報があるのかな。はい、僕の場合だったら、まあ、僕の周りでもまあ独立してる子少ないんですよ。独立してまあ自分で会社やってる子ちょこちょこいますけど、まあ、基本がみんなやっぱり、まあ、働い雇われてそこで働いて給料もらってボーナスもらってっていう生活で家族養ってっとんですけど、まあ、今なんか逆に言ったらですよ、その一軒家持ってる子たちもおるんですけど、給料が減るわボーナスカットとかもう当たり前らしいんですよ、うん、今このご時世だもんで、うん、でそんな状況でじゃあもし来年塗装の時期が来たって言っても塗装できないじゃないですか。給料もカットされてボーナスもカットされとんのに、まあ民間工事だとな、みんな民間工事だと、だって要は結局、まあ、今その辺の会社員さんが残業だなんだってやって金稼いどったら給料が年収が下がっちゃうからボーナスとかが下がっちゃうから、はい、来年減るぞっていうわけです、ね、来年減るから結局戸建てのまあその発注も減るし、うん、改修工事はそうだよね、まあ、改修工事でも新築持ってやろうでしょ。新築持ってやろう、だから買う人がいなくなるんですもんね。もう買わないってもん、はい、だって新築なんかもう本当に激減少だろ。激減少ですね。で新築の会社めちゃくちゃ潰れとんのよ。あそうなんだ、しとった、はい、あそこまでは知らないですね、うん、だ結構潰れてる。はい、でもう多分来年ほんと新築なんかやってるからほんと厳しいんじゃない。まあ大手ぐらいです、まあ、入ってこんっていうですもんね材料が、うん、であとは大手がもう海外にシフトしとんだわ。はい、新築とかも。はい、うん、だって結構俺海外もやるじゃん。はい、いろいろ話聞くじゃん。はい、で海外にどこどこ企業入ってきたよとか昨日も出てきたの清水建設とか、本当ですか。オーディエイティフィリピンのトンネルホールってさ、はい、結構 JV で結構大きくやるって言ったけど、はい、まあ、それだけじゃないと思うんだけど、はい、清水のやってるやつなんか今ほんとに仕事ないってこと。もうなんかもう大手スーパーゼネコンあるじゃないですか、うん、ないって言うんですよね、うん、逆に言ったらその全くないわけじゃないですけど、うん、減っとるよね。やっぱそう思うとやっぱ本当にまあ上でその立ち上がってきた業者ぐらいしか多分使ってもらえなくなるもんで、うんうん、下の孫受けとかは多分全部切られちゃうんですよね。まあそうだよね、ちっちゃい会社とかっていうのは、うん、実際お前の周りのその連れとかもそれだけの危機感持ってやってる、来年こんだけなくなるぞっていうのは多分そこまで考えてないですよ多分、うん、来年のことまで。僕も今それ来年仕事ないっていうの初めて聞いたんで、うん、あえてどうぞ助けてみたいな顔しとった。カット入っちゃったよ。カット1回入ったっていい感じ流れとったけど、ね、難しいっすね。実際にお前の周りでそういう危機感持ってやってる。いや、まさかのもう一回同じやつになるかみたいな。殺されたいたずらするの大好き。実際に、はい、まあだけど本当にさ、じゃあコロナでもそうじゃん、あの飲み屋の女の子とか言っとるじゃん、はい、仕事ないでどうのこうので、本当にアパート代がどうのこうので払えるとか、はい、だけど俺、まあ、これ一つはもう貯金してないのも悪いんだよね。はい、だからってまあ貯金しろ貯金しろって言うで経済が悪くなっちゃうんだけど、はい、そういうことだよな。まあそうですね、もう今お金無駄に使って塗装なんか来年でもいいのに、はい、無駄にお金使わんとこうってなるよ。なっちゃいますよね。まあ自動的にっすけどね、うん、それはお前はどう、やっぱりお前の経済は何、僕ですか。僕はやっぱ使ってなんぼだと思う。そういうやつが最初に死ぬんだって。社長やっぱり職長にしようかったっすわ。職長にしようかった。僕のあの僕のなんていうんですかね、座右の銘ですか。そうそう、うん、僕の道行くんだ、そういうの。金は天下の回り物ですか。使うところにもよるぞ。いやもう使うから、それってあの間違った言葉なんだよ。はい、俺もだって仕事には何でも投資するじゃん、足の財も好きなに書いてるじゃん。はい、お前ら違う、自分のことも使ってたから。そんなん帰ってこんぞ。これだけ教えてるけど、いや違うっす、やっぱ俺も若いもういいで、あの動画のちょ挙手し違うし農家と動画になってる、はい、そうですね、はい。まあ実際に、はい、まあ俺の周りでももっと大きいとこね、もう何十億やっとる人たちが、はい、もう来年はないって言った。あで計画がもうだってもうさ、本当はもう2年3年後の計画で動いとるわけよ、はい、上の方に行くと何十億やっとるような会社になると、はい、だからもう来年じゃなくてもう再来年までやばいって言った、はい、再来年の方がやべえんじゃねえかって、はい、もう今計画が立たないから、
はい、今まだ計画の残機物があるので、はい、今年と来年はまだ計画でまだ動いとるから、はい、いいんだわって。でそれがボツになるのもあるんだよ、はい、もう来年工事やるって予算も決まっとって、はい、だけど例えば、まあ、これじゃあ100億で作ってくださいってやつを、はい、もう途中でやめたら罰則になるじゃん、はい、だけどもう10億罰則でもいいからやめますっていうのがいっぱいあるわけよ。はあ、でゼロコンには罰則が入って、はい、罰則っていうか、まあ、それはそうだよな、ね、途中まで動いとるもんね、図面作ったり、はい、いろんなもんが動くわけじゃん、はい、で動いとったやつがもうはあの中止ももちろんあるんだけど、はい、もう今新規の計画が全然立ってないから、はい、で再来年2年後3年後の方がやばいって俺はもう周り見ないとる。ああ逆にですか。俺は別にそうに言うわけじゃない。俺はもう別にね、どっちかっていうと民間仕事じゃん、はい、民間仕事だからそのあんまり企業相手じゃないからそんなねゼネコンの情報がバンバン入ってくるっていうようなタイプではないんですけど、はい、まあね、何十億クラスの人たちとやっぱ友達っていうか付き合いがあるじゃん、はい、そういう人たちから聞くとだって民間の方がこれからはいいよねって。ああまあそうですね、それは言いますね、うん、みんな、うん、俺あのリーマンショック経験しとるんですよ一応は、はい、まだ知らないですよリーマンショック、はい、だけどあの時ってどこが一番苦しかった。新築なんだ。あ新築じゃなくてそうそうだってあのゼネコンの仕事やってる人たち。ああ俺民間だから全然苦しくなかった。はい、だってリーマンショックって言ったってあの給料半分にならんじゃんサラリーマン。ならないっすね、うん、だけど企業売り上げがだって何割減ったらさ、はい、利益3分の1、4分の1どころじゃないもんね、はい、10分の1とか潰れる会社が出てくるもんね。潰すしかないっすもんね。そうなったらその時に投資する。じゃあうちの会社の本社かリフォームとか何千万で使ってリフォームしたじゃない、はい、やらないでしょ。やらんすね。だからそうなってくるとやっぱり企業相手の方が苦しい。あーそういうことですか、うんうん、なんでうちってじゃあ強いところはめちゃくちゃあるっすよね。それを言ったらで、まあ、一番強いのはあの顔面。僕の顔面は強いんじゃないちょっとノーカットどころでって真面目に話しすぎじゃない俺そんな感じか。ああ、はい、求人だけちょっと言わして、はい、あの求人道場って今やっとって、まあ、求人道場建設業専門業検索すると出てくるんで、ね、友達とかにもやらせる、はい、あやってます僕の友達とかも。あ無料だよ。無料でやってます。であのまだねあの100社ぐらいしか登録されてないんで、ただ30社ぐらいがちゃんと全部登録したらあの求人公開は30社ぐらい、はい、でも早いよな。早いですね。で実際にあのやっぱこうやって YouTube で職人さんやっぱね会社辞めたい辞めたくないっていう人もおると思うから見に来るとだいぶ増えてきてるんで、はい、ぜひね近くで、まあ、塗り替え道場自体は本当にすごい来てる。それ出してるから、はい、なぜかねホームページでも他のところでもインディードでも全部募集しとったのに、はい、求人道場ってやっただけで求人むちゃくちゃ来てるもんな。来てますね。だから案外やっぱあのネットでもアプリみたいに使いやすいじゃない、はい、いろんな会社がバーって並んでるから、はい、見やすいと思う。建設専門で写真も載せれるし、はい、だからあのね結構あの会社変えたいこういう時期にどういう会社選ばなあかんかっていうのもやっぱ大事だから、はい、なんか俺の番宣みたいになっちゃった。番宣みたいになっちゃった。ノーカット番宣みたいになっちゃったけどまあぜひそっちの方もやってください。はい、うん、まあ本当にね1年2年で覚悟とか。ちなみにリーマンで苦しかったのは7年8年だよね。なんでよくなったら震災があってから、はい、震災特需って言って、はい、震災の時にもだって今でも俺ら税金から何パーセント引かれてるの知ってる？何パーセント？所得税とあの復興税って引かれてるんですよね。あれ。あそうなんですか。そうそう。でそれをずっと建設業バカバカ潤っとんだよ。は去年っていうかそうそう。だから今回までもう建設業ってずっと右肩上がり、はい、売り上げとめちゃくちゃ調子いいのは、まあ、いいままと一番ですもん ね, だねその給料が建設業が一番か、まあ、上位に入ってますよね、うん、給料が。それって何って言ったら要はあの震災特需って言って俺ら全員が払っとる税金は。あそういうことっすね。1人5、6000円くらい払っとる、はい、で1億におったらすごいでしょ。すごいっす。何百億とかじゃない。自動的にっすよね。そう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 、はい、まあ、そういうのもあって今は建設業良かったけど、はい、もうリーマンの時なんか7年8年悪かったって言ってるね、はあ、それ以上に悪いじゃん今、はい、実物経済が、はい、だってリーマンの時ってじゃあそんなん感じてないだろ。いや僕は多分まだ中学生じゃない。ああそうかそうか、はい、給料が減ったとかあんまり感じない建設業。あ建設業は苦しかったと思うけど、はい、妊婦出しみたいなのは、はい、でそれぐらい多分もっと苦しくなるんちゃうかって言ったのはたくさん多いよね。実際になって動いてねえんだよ。飲食店みんな潰れてくんの。潰れてきますね、うん、で旅行会社とかね企画イベント会社とかみんな潰れてっとんの。はい。それじゃあどうなるってその人たちの生活みんな止まるじゃん。止まるっすね、うん、止まったらそこも金使わんくなってくると思うんで、うん、結局は、まあ、回ってこんくなるっすね、うん、お金がどこに対しても悪の連鎖反応、はい。まあ、そんな感じでよろしいですか。まあ、ちょうど10、まあ、5分ぐらい喋った、ね、だから最終的に結局はもうあれってことですよね、うん、その今じゃないぞ、うん、コロナで厳しいの、うん、来年再来年もっと先だぞってことですね、うんうん、はい、じゃあ最後に締めてくれる、はい、お前が必要ないって言われるとかあんではいはい、まあ、そうですね、まあ、要するに先を見ろってことです。はい。
はい、はい、あと金の使い方ね、はい、視聴者の皆さん、あのお金は天下の回り物っていうのは本当にいい言葉だけど、はい、天下の回り物だから自分に入れない、はい、キャバクラは自分に入れとんだぞ。女の子に言ってこいだろ。お前じゃあもうあの風俗あのスカウト会社かなんかやるやじゃん。トビだろな、若い人と飲むとか仲間と飲むとかな、塗装屋さんとか違うとこと飲むのも勉強になるのよ。周り回って独立した時に金って絶対返ってくるから。はい、だけどバカなもん使うとって、お前それ自分のために使うとのは回ってねえから。お前に食わせるためはねえ。死ねえよお前。はい、また見てー。